超大型巨人によってトロストクの壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコレ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。やれやれ、兵站拠点を設置するのはここか。クソみてえに荒れてやる。兵長、後続の本隊は予定通り到着できそうですね。よし、エルヴィンの到着までうざってえやつらを片付けるぞ。Thank you.
大事。さっさと肉を削いでやる。してやがるのか。やれ、巨人を倒し、辺りを制圧しなければ。やれ。面白い話しやがって。俺は次に行く。ここは任さず、エルドン。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。やる。さすがです、兵長。私もお役に立てるよう頑張ります。救援要請だ。無視はできねえ。俺の敵じゃない。助かった。助かった。まとめて相手に。尻一つ残さずとは考えない。ひとまず掃除は終わったか。さっさとエルヴィンと合流しねえと。手間するなよ。私も行きます。手間するなよ。俺も行きます。まとめて相手して手間するなよ。俺の敵じゃない。いいよ、この貴様、手を貸せ。助かった。手間するなよ。おとなしく了解しました。やる。おとなしくしてろ。お前の鼻は確かだな。気をつけろ。総員展開。補給班を援護しながら予定の配置につけ。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各校撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。どうしたの。予想より巨人が多い。リヴァイ、補給を怠るなよ。俺たち追ってこない。飛行士だ。あいつがいちゃ拠点は築ける。俺もやるぞ。まとめて相手して。救援要請か。行くぞ。行け。よし。おとなしくしてろ。どうして。報告。飛行士が再び出現。まとめて。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。次から次へと。まだ殺され足りねえか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。
となしくしてろ。おとなしくしてろ。補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。大変だよ。南から巨人の群れだ。こっちに向かってる。俺たちに引き寄せられてきたようだ。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらも貴公子だったのか。合流されると面倒だ。止めるぞ。まとめて相手してだろうと投射し、やれ。おとなしくして。兵長、俺のためにありがとうございます。まとめて相手して。お前ら腹をくくれ。これ以上は無理か。面白い暮らし合い。リヴァイ、頼んだぞ。どうして俺に構わず任務を続行しろ。救援要請か。行くぞ。俺のこんなに貴公子がいるんだから、一体ぐらい生け捕りにしても。ダメだ。巨人を捕獲してる余裕はね。面倒を起こすんじゃねえぞ。どうしてバケモン。まだ巨人が。俺の敵か。こんなに立て続けに戦うなんて限界だ。下がって構わねえぞ。いえ、兵長、やります。やらせてください。悪いな。厄介なのが出てきやがった。
巨人どもめぶっ潰してやる。おとなしくしてどうしたらいい。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士がいない。じゃあ軍隊、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。おとなしくしろ。お前ら腹をくくれ。まとめて相手して。たちの勝ちだ。みんなよくやった。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ、団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。